10ボールズ、ジャグリングジャグリングとは、競技では、トスジャグリング、複数のものを空中に投げたり取ったりを繰り返し、常に一つ以上のものが浮いている状態を維持し続ける技術を指している。しかし現在では意味は拡大され、いわゆるオブジェクトマニピュレーションとの混同も見られる。講義では、手に保持できる程度の道具を使った、修練の必要な特殊な技能、または芸を指す。典型的に、 ジャグリングとみなされる技術には、トスジャグリングの他にディアボロ、デビルスティック、シガーボックスなどがある。歴史的には、大道芸、サーカスなどの曲芸にて、見せ物として行われてきた経緯があるが、近年はスポーツとしての愛好者が増え、直接人に見せることを目的とせずにジャグリングを楽しむ人も増えている。また、クラブが数多く設立され、競技会も活発に行われている。 アメリカ巡業を知っていた日本人ジャグラー。当時日本のジャグラーの技術は高く、物珍しさもあり、海外で人気を集めた。ジャグリングの記録として最も古いものは、紀元前2000年頃の古代エジプトの王母の壁画である。それには女性らしき人物が複数の玉を空中に投げ上げている様子が描かれている。他にも、紀元前1000年頃のヒッタイトや中国の院長。 紀元前500年頃のギリシャに記録が残っている。19世紀頃から欧米では劇場でジャグリングのパフォーマンスが行われるようになり、次第に文化として認知されるようになっていった。日本には奈良時代に中国から伝わったと考えられている。日本の伝承遊びであるお手玉については、聖徳太子が遊んだとされる石名取玉。 一人も一人玉という水晶の玉が残っている。これらは東京国立博物館に保存されている。江戸時代、聖徳二年成立の和漢三歳杖絵には、ローマルとして記載が見られ、鎌などを投げている絵図が見られる。このローマルの単語自体は、十世紀の和名類受賞オン射撃部、雑芸類にも記述が見られる。手に持った、 通常複数の道具を空中へ投げたりキャッチしたりを繰り返すことで空中に一つ以上の道具が浮いている状態を保ち続ける技術である。競技人口も多くジャグリングの基礎とも言える。典型的にはボールやクラブが使われるが手に保持できる程度の大きさのものなら原理的にはジャグリングできる。よく使われる道具にはボール、クラブ、リングなどがある。ボールの種類には 他にも、地面や壁で弾ませる、バウンスボール、発光することで見栄えを良くした、グローボールなどもある。体の上や手の上で道具を転がすジャグリング。典型的には透明なクリスタルボールが使われる。道具を体の上で立てた状態でバランスを取り続ける。シガーボックスを用いた、ジャグリングいわゆる講義のジャグリング。長さのある棒や重りのついた紐を振り回すタイプのジャグリング。 スタッフ、ポイ、メテオなどが使われる。日本のジャグリングの記録については、日本ジャグリング協会の公式記録ページに、また世界記録は、ジャグリングインフォメーション、サービスコミッティーオンナンバーズジャグリングに収録されている。2013年12月現在における日本公式記録はとなっている。当然非公式な記録でこれを上回る記録も存在する。ありがとうございます。